私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの濱山先生です。現在 FX ズルトレーダーは FX 投資となっておりまして、私も FX 投資の方に回っております。でですね、バイナリーオプションのスペシャリストかね、バイナリーオプションで稼いでもいいんですけども、だけで、FX のように1系兆円稼ぐとかね、世界の億万長者レベルを越すためにはバイナリーオプションではちょっと稼げないんですね。億単位、数億、10億ぐらいもう稼いだらもう凍結しちゃいますから、口座の方はね、二度とバイナリーオプションの業者の口座使えなくなっちゃいます。でね、それじゃあね、困ったということで、私は FX 投資の方に今度変換して、技術をまた今度バイナリーオプションのスペシャリストとしての技術を応用してですね、 FX 投資になっているようですね。で、現在、やっと FX で、月に1割は確実に稼げるっていう資金からですね、1割ですね。ただ飛んじゃうこともあるんで、全財産 を1割の利益ということでね、月ね、投資するわけにはいきません。だから一部の財産でもってですね、の資金でもって投資するということですね。としますと、月に、1割は軽くFX が稼げる現状となってきました。月ね、1割稼ぐっていうことはね、100万円の資金でやってたらね、1割ずつ稼いでたら、どうなんですかね、計算してみますけれども、何年で100万の資金でね、1割ずつ稼いでたら、ちょっと待つかね、この人のテレビがあって、ですね、100万かける1.1ですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ね、1年目は100万式です。1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12、2年目で約1000万ですね。3年目で3000万、4年目で8000万ですね。約ですね、税金の関係で1億円ぐらいですかね、2億円ですけど、5年ですね、100万円の資金でね、1割ずつ稼いでたら、5年で1億になっちゃうんですね。100万の初期資金で投資しますと、税金も払って約5年で1億円になっちゃうんですね。ですから、私のね、技能というのは、たった100万でですね、100万の資金で5年間で1億円になっちゃうということですね。で、そういう技能をつけて世界一の能力を持ち出しました。もう強いになりました。多分私が一番じゃないですか、世界一だと思います。 FX の投資家でもバイナリーオプションの投資家でも、技能は私が世界一だと思います。というのは、確実にね、資金の1割稼いじゃうと、 FX 投資でですね、付属のインジケーターでもいいんですよ。ただついてる付属のインジケーター使ってね、投資しててもちょっと大変ですけども、同じように確実に1割稼げますね。どこでもホテルでもパソコン持ってたり、ネットカフェ行ってても、ね、世界中どこ行っててもすぐ仕事ができるとかですね、FX でね。
で何にも難しいことがないわけですね。付属のねインジケーターとかね、ストラテックスとかボリンジャー使って見るだけですね。それで、月1割稼げちゃう。まあ自分のオリジナルのインジケーターが一番使いやすくて一番いいんで、これを通常使いますけども、万が一なくなったとしても普通のそんなに原始的なねインジケーターを使うだけで月資産の1割稼いでしまうんですね。そうしますと1年で3倍になるんですね、資産がね。だから100万だ、1000万だったら3000万になるということですね。今余裕な資金ないから1万円ずつの資金で今2倍近くなってきましたね、3ヶ月間になってね。で、たくさんね自習しとけばいいんですよ、すぐすぐ増えちゃいますから。だから元で資金がね、少なめにやっとけば、あと全部負けちゃったとしてもね、ね後悔するのはその毎日の仕事の労働だけですけどね、資金自身は大したことないわけですね。だから今のところは、まあ、こんな感じでちょっと練習と実際に本当に稼げるか訓練しておいて、でもっといい投資方法はないかということを見つけながらね、自分のインジケーターを作ってきましたので、もう今シグナルが出たらそれに対して3回に1回投資するだけですね。しそのままね、僕が作ったインジケーター高性能でね、ですけども、その通り投資とも負けるんですよ。で再生型のインジケーターなんで、シグナルがねまたおちょくるというかね修正されるんで、シグナルが出ても当てにできないんですね。だけど目安としてはなるんで、外れたらねまた後からシグナルがずれて出てくる、難品打っていくことができるわけですね。またその難品打つと、あと取り返すときに大きく稼げることがあるんですね。でまた大きく負けることがあるんですね。でその目安を見て自分で判断で、3回にシグナル出ても3回に1回しか投資できないですね、というのは自分でそれからまた判断するということですね。だからコンピューター任せではできないですね、今のところ僕の方はね。まあ、逆にセキュリティの問題でいいんじゃないかということで、まあ FX 投資は僕は一番じゃないかな。まあ1K 兆円は僕は簡単に稼げますね、 FX でね。 1K 兆円ですよ、知ってますか。今の億万長者アマゾンさんだってそんなに稼げませんよ、僕みたいにね。 1K 兆円稼げます、僕は一人でですよ。1K 兆円も外れたら日本全員の収入よりか多いでしょ、所得ね。1K 兆円も稼げばね、1K 兆円ですよ、1年間で稼いだら、日本人の全収入稼ぎのを軽く越しちゃうと思いますよ、1K 兆円も稼いだらね。という額を私が稼ぐということができると、簡単にできると、そう考えております。で、それで、日本から世界一の億万長者は私ですよということをね、長者番付に乗りたいということで頑張っています。ですから厳しいですね、毎日毎日ね。孫さんは日本一ですね、億万長者ですけどね。僕は世界一を狙ってます、世界一を狙ってます。競争とか戦いはしないで、お互いね協力し合っていこうと思ってますよね。世界の億万長者と協力し合ってね、私一人で 1K 兆円稼ごうというふうに思ってます。で限界的にはだから今の億万長者の10倍100倍ぐらいでしょ、一番でね。それ以上お金稼いでも意味ないと思うんですよ、お金のことはね。だから国ぐらいは買いちゃいますけど、個人でね、国の全部の土地とかね一人で買えちゃいますけどね。そのぐらいの技能を僕は半迷子先生は持ってます、バイナリーオプションのスペシャリストの半迷子先生はね。
持ってます。日本人の収入、またアメリカ人の収入も全部コストかね、そんぐらいね、あの世界の国、ロシアだろうと一番の億万長者を越してしまう、いずれいずれは世界の人間の収入をの2倍は稼ごうと思ってますよ。人間たち全員100人いますんでしょ、その収入の2倍は稼ごうとね、そういうだからもう自分の国を作ってしまいますけども、税金なんかも自分で何だって自分の国を作ってしまいますけども、僕の場合はロボット化ですね、最新技術のロボット化で自分の国を作ってしまおうと思ってます、将来ね。人間よりか頭のいい人工知能のロボットが働いて24時間働いて、それですね、地球にまあ一つ置いといて宇宙に基地を作ってね、ミネラルを作り出す、ね、植物を育ったりするロボットに、自動化させましてね、自分の宇宙船を作ってね、自分の国を作ってね、で、宇宙に自然のきれいな住める開拓をね、私が住めるところを用意しようと思ってですね、であと頑丈なね防衛兵器なんかも作ってですね、それで昔地球と太陽を育てる前にね、SF 映画でいうね、石棺という生き返られる装置を発明して宇宙戦争で殺されてしまったと私は思うかしね、その時代以上にまた戻ろうと、ね、知能もアップしてね、自分のまた世界を、自分でね、さらによく勉強してね、世の中を良くしていこうと思ってますね。ただ有料なんでね、僕の場合はね、協力していくということですね、住みやすい宇宙というのを繁栄を考えておりましてね、正しいそういう、ね、宇宙の繁栄とか汚くしたりとか、ね、やばいものはその追放するような、ね、戦力で世界を、ね、見てね進んでいく、仕様でですね、みんなのためにやるわけじゃない、自分のためにね、住みやすい環境を、ね、作っていこうと思ってます、宇宙全体にね、で現在ね還暦すぎてて、人間でいうともういつ死ぬか分かんないような年齢なんですけども、なんとか、長く生きられないかということで、千年、万年生きられないかどうかということは、ね、今も現状考えているということですね。人間の今の技術は遅れてますので、昔僕は生きてた時代は生き返られる装置を発明してるんで、老長寿だったんですね、脳さえやられなければね。そういうふうに戻せないかどうかということですね。まあ、一種の気違いですね。みんながいればね。ただ、わかんないからね。私自身はそういう、昔を持ってるということね。皆様方には通じないだろうと思いますけれども、そういった反映をしていこうと思っています。どうもありがとうございました。半負けの本家の本物貴族の半魔陽先生でした。